ね、今回ね、はい、ハンツさんの一押し店、はい、木柄どうでした、このいや、なんていうんですかいや、ぶっこんできたよね、これね本当にこれ、来ないといろんな魅力が伝わらない一杯でした、はい、そうですね、うん、まあ、濃厚泥煮干しラーメンね、はい、まあ、このドロドロのこの謎、うん、ね、期待を裏切る、そうですね、いや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 、このなんか なんだかもやっとする感じでね、もやもや系、もやもや系、まず場所はもうだいぶもやっとしますからね、確かに、この大泉学園から歩いて20分、はいはい、いわゆる隠れ家系ですかね、そうそう隠れてるままにしてあげた方が良かったんじゃないかって、ね、でももしかしたらですよ、放送した後にメニュー変わってるかもしれないですよ、それは困る、そのぐらいのこと言ってましたからね、そうそうそう、それぐらい結構本当にね、こう不思議な、これね、なかなかこれね、うん、ラーメン岡テレビとしてはなかなか珍しい回になりました、そうですよね、いやでもすごい深かったですよね、お話聞いてても深かったですね、そう、うん、料理 その腕はいろんな経験なさっているので、うん、素晴らしい腕を持たれているので、うん、逆にこれを生かすのが大変なことだってこんなことになっちゃう、なるほどでもちょっと本当、まあ、まずはこれ番組見てもらわないとどんな感じかわからないですね、はい、そうですね、これここを知らないでラーメン2とは言ってほしくないです本当ですか、ね、ぶっこんできましたね、これハンツさんがね、知れてよかったですね、僕はあの人に教えていただいたのでびっくりしました、はい、もうノックダウンですじゃあこれもう本当番組を見てもらわないとわからないですね、はい、これね、じゃあぜひ、はい、お楽しみに見てください、はい